皆さんごきげんよう、沙織です。私は今ハワイに来ています。4月7日の日曜日に私がプロデュースしているアパレルブランドのメゾンエセルの夏の新作が発売になります。で、その撮影で今回ハワイにやってきたんですけれども、今日の動画では、その新作のご紹介とこのハワイで撮影したムービーとか写真をご覧いただきたいと思います。今回ハワイとかリゾート旅行をイメージしたコレクションになっていますので、ぜひ楽しんでご覧いただけると嬉しいです。それでは詳しくご紹介していきます。はい、ということで今ねハワイの映像が流れたかなと思うんですけれども、この動画をアップしている今、実はね私はハワイにおります。でメゾンエシェルのルック撮影をして、そのままもう急いでアップして、でこの動画も作って、そして皆さんにもお披露目させていただくっていうねスケジュールを組んでいまして、ちょっとバタバタなんですけれども、去年の夏物をやっていた頃から、あ、来年はハワイで撮影とか発売とかライブとかできたらいいなーって思ってたので、本当にね実現することができてとっても嬉しく思っています。そう、ということでね、今回こうハワイとか、まあ、リゾート旅行とかイメージしながらお洋服を作ったので、基本的にお洋服はすごくこう軽くって涼しくって、それでいてこうちょっとリゾートでも映えたりとか、でもこう空張りの中には街とかオフィスとかでも着やすいようなアイテムもあったりとかするんですけれども、これからのね私の大好きな夏をイメージしながらお洋服作ったので、今年も可愛い夏服をちょっと今からご紹介していきたいと思います。今回新作のお洋服が全部で5型あります。そしてインスタにもちらっと載せていたんですが、バッグの新色が発売になるのと、そしてサンゴピアスイヤリングも再販となりますので、これからご紹介していきたいと思います。ではまず1点目にご紹介しているのが、今着ているこちらのブラウスです。裾にはしごレースを施したペプラムブラウスを作りました。でこちらですね、後でご紹介するんですが、今下に履いているこのスカートとセットアップで着ることができるアイテムなので、別売りなんですけど、セットで購入していただくとワンピースみたいにも着ていただけて、そして単品でもすごく着回しが効くようなものになっているので、まずはブラウスからご紹介していきたいと思います。リネンライクペプラムブラウスというブラウスで、カラーが私が着ているのがピンクで、あとリネンらしいベージュのナチュラルなカラーと、そしてブラックの3色展開です。サイズは S と M の2サイズご用意しています。近くで写すとこんな感じです。生地がですね、商品名にもある通りリネンライクの素材でして、リネンが少し入っているのと、あとレーヨンとナイロンのブレンドの生地です。なのでこう表面感がちょっとこうナチュラルな感じのシワ感があるの分かりますかね。そう、このね生地感がすごく夏らしくって爽やかな感じで、私すごくお気に入りです。ウエストにギャザーが寄ってたり、ペプラムのシルエットなので、まあ、ちょっとこうデザインとしては甘めではあるんですけど、素材がこうリネンライクでナチュラルな雰囲気なので、なんかこうブリブリの甘さではなくって、少しこうナチュラルに振って大人の可愛さみたいな感じに落とし込めてるかなと思うので、そこのねバランス感が個人的にはすごくお気に入りの一着です。でこのね裾はちょっと甘めなのに反して、この胸元はすごくすっきりとした作りにしていて、あとノースリーブでここもこう飾りがないので、あまり腕出したくないなっていう方はシンプルなカーディガンとか合わせていただいてもいいと思いますし、とても上品にきちんと見せてくれるような胸元のデザインになっています。ちなみにですね、ここパールボタンにしてるんですけれども、まあすごく細かいこだわりポイントで、いつもより一回り小さいサイズのパールを使っています。なのでよりさりげなくって大人っぽい印象になっているかなと思います。ちなみにこの下も全部ボタンになっていて、上から下まで全部開けて着ることができます。そしてウエストにはギャザーを寄せていまして、2段のフリルになっていて、裾にはブランドシンボルのはしごレースをあしらっています。でこちらがですね、このセットのスカートとの合わせでもいいし、タイトめなスカートだったりデニムとかショートパンツとか、まあ、テーパードパンツとか、あと切れ目のワイドパンツとかでもいいし、本当に何でも合うので、
本当におすすめです。マストバイです。でしかもこのねヒップ周りとかお腹周りをこのペプラがしっかり隠してくれるのでそこも嬉しいポイントですね。でこのピンク色なんですけどこれがすごく絶妙なカラーでどっちかっていうと青みピンクっぽいんですけどでも私イエベで全然着られるちょっとベリーっぽい感じのカラーかなっていう風に思います。パステルピンクみたいなホワホワっていうピンクじゃなくてもう少しこう色の入ったちょっと深みのあるピンク色なので大人のピンクとして着ていただけると思います。私前から言ってるんですけど夏服が大好きなのでちょっとね気合を入れすぎてしまって今回全部3色展開かなそうなのでちょっと皆さん悩ませてしまうかもしれないんですけどカラバリがあとベージュとブラックっていうこれもね間違いなく使えるカラーです。でベージュはやっぱさっきも言ったようにリネンなのでナチュラルな質感っていうのが際立ちますしすごく上品見えしますしグッと大人っぽい印象になるかなと思います。でブラックも間違いないですよね。ちょっとこの裾のフリルとかが甘いかなっていう方はブラックにしていただくとすごくエレガントで上品な印象になると思いますしただこの生地感がこのリネンライクでナチュラルな感じなので全然重たくならないブラックっていう感じで夏にもぴったりでとってもおすすめです。パンツをテーパードパンツとかと合わせればオフィスでも着ていただけるかなと思うので、まあ、オフィス向けだとこのねベーシックなカラーとかがすごくいいんじゃないかなと思います。これは皆さん悩まれると思うんですけどちょっとまた着画とかねご覧いただいたりライブとかもご覧いただいたりして検討していただけたらと思います。はい、そして次にご紹介するのが今こちらのブラウスの下に着ているセットアップのスカートです。こうやって合わせて着ていただくとワンピースみたいな感じで着ていただくこともできます。めっちゃ可愛いです。これはもうセットできると可愛さが100倍ぐらいにぐんと上がるのでこれは本当にセットでぜひ着ていただきたいなと思います。だしもちろん単品でもすごく着回せてこのスカートで上がなんか T シャツで合わせたり、まあ、シンプルなニットとかカットソーで合わせてもいいのでいろいろと着回しもしていただきやすいかなと思います。でウエストの作りがこんな感じでシャーリングになっています。ピヨンとゴムで伸びるので全部ゴムなのですごく楽ちんですし幅広いご体型の方に着ていただきやすいかなと思います。でこれウエストがこうゴムになってるので実は 2way でね着ていただくことができまして、はい、こんな感じでウエストの位置をこうやってバストのところに上げてくるとこんな感じのベアワンピとして着ることができます。可愛くないですか。でしかもこうやってワンピースとして着ても着丈が意外と短すぎなくて膝はちゃんと隠れてくれるのでなんかすごい着やすいかなと思います。で個人的にはちょっとねこのベアワンピも可愛いんですけどちょっとやっぱこう背中とかデコルテ周りがね出すぎちゃうのもちょっと気になるので私は多分こういう着方するときはカーディガン羽織って着るかなと思います。はい、こちらのカーディガンはちょっと後でご紹介する新作のものなんですがこんな感じでカーディガン羽織ってコーディネートしてあげるのがおすすめです。リゾートとかだったらストールとかね薄手のちょっと透け感があるのとか羽織ってあげても可愛いかなと思います。で今ね A ラインでゆったりしてるんですけどウエストベルトつけてあげたりしてウエストマークしてきたりしても可愛いと思います。そして次にご紹介するのがこちらのワンピースです。こちらのワンピースがですね驚くほど軽いので名前をエアリーシャーリングワンピースと名付けました。でカラー展開が今私が着ているのがベージュであとこちらのライトグリーンとブラックの3色展開です。このカラーもののライトグリーンもちょっとくすんだ落ち着いた感じのライトグリーンなのですごく取り入れていただきやすいかなと思います。このワンピースはちょっとね本当にマストバイで最近夏長いじゃないですか。で結構もうだるいぐらい暑い日とかもあったと思うので去年とかなのでそういう日にすごい涼しくそして軽く着心地よくストレスフリーに着られてそしてデザインも可愛くて体型カバーもできてあとシワにも全くならないし
もう全てのわがままを叶えてくれるワンピースなので、ちょっと詳しくご紹介させてください。冒頭でもお話ししたんですが、今回のサマーコレクションはちょっと旅行とかもイメージしながら、こう素材選びをしたりとかデザインを考えたりしたんですよね。でこのワンピースはとにかくシワにならないっていうのが最強ポイントでして、特殊な機械を使って作られたこういうシャーリング素材になっているんですよ。これ生地が結構ね高級なものになるんですけれども、リサイクルポリエステルを使用しているこういうシャーリングの生地になっていて、見ての通りこんなビヨーンと伸びるし、もともとシャーリングになっているのでシワとかが全く気にならないので、本当にスーツケースにもうくるっと丸めて入れちゃって大丈夫みたいな感じだし、長時間の移動だったりとかそういった時にも本当にこうストレッチ性もあってストレスフリーなので、楽ちんに着られて、そしてシワにもなりにくくってっていうのが本当に最強のワンピースでございます。で生地アップで写すとこんな感じなんですが、ちょっとランダムな感じのシャーリングになってて、こう凹凸感があって、こう空気を含んでいるようなふわっとした感じの生地感です。でこのワンピースはもう8月とか9月とかめっちゃ最近暑いそんな時期に、あーもうなんか何着ようみたいな、今日もなんか楽な服着たいなみたいな時がめっちゃね去年とかあったと思うんですけど、そういう時にパッと手に取って着られて、そしてこう羽織とかもなしで1枚でも楽ちんに決まり、でもカジュアルすぎなくってきちんときれいめな感じもあるみたいなワンピース作りたいなと思ってこのデザインにしました。なのでまあお袖があるっていうのがまずポイントですね。でこのお袖もこうフレアスリーブにして、少しこうこの腕からねこう離れたこのゆとりのある袖なので、こうピタッとした半袖よりもすごくこう腕の細見え効果っていうのが出てくれます。あとこの生地すごい柔らかいので、なんか上からちょっと肌寒いから羽織りたいなっていう時も全然羽織っても響きにくいので、カーディガン合わせとかももちろんしていただけます。で今回このワンピースは幅広い年代の方に着ていただきたいなっていうのもあったので、なんかこうフレアで甘い感じっていうよりはスカートの部分とかもすっきりとしたシルエットにしたいなと思ったんですけど、そうするとやっぱりお腹周りヒップ周りとかがちょっとこう響いてきたりとかするのが気になったりすると思ったので、ペプラムのデザインをつけています。ここをねちょっとこうギャザーを寄せてふんわりとさせて、お腹周りとそしてヒップ周りをカバーしています。後ろ下がりになっているので、前から見た時はきちんとこうウエストラインが高く見えて足長効果があるんですけど、後ろはしっかりヒップを隠してくれて、ヒップ半分ぐらいですね隠してくれるのですごく安心感があります。で寸法としても結構ゆとりのある寸法で、しかもこの生地が伸びるので幅広いご体型の方に着ていただきやすいです。ちなみにここのね縫い目のところも少しこう伸びるようになっています。でもちろんポケットも大きなポケットをつけております。でスカートの部分のシルエットはすっきりとしたストレートシルエットなので、甘くなりすぎず幅広い年代の方に着ていただくことができます。こちらもオフィスにもすごくおすすめなので、カーディガン合わせとかジャケット合わせとかしていただくのもおすすめです。個人的にはやっぱり夏は黒い楽なワンピースっていうのがめちゃくちゃヘビロテするので、やっぱこのブラックが一押しかなっていう感じですね。現実的に超ヘビロテするだろうなっていうのは私はブラックなので、私はまあ前色でめっちゃ着そうなんですけど、まず1枚っていう方はやっぱブラックが個人的には一押しです。はい、そして次にご紹介するのがこちらのカーディガンです。はい、こちらが確か2月ぐらいから私動画でもチラチラと着ていて、それメゾイシェルですか、いつ発売ですかってずっとお問い合わせいただいていて、すごくお待たせしてしまったんですが、ようやく発売となります。こちらが 2way everyday カーディガンというカーディガンでして、カラーが私が今着ているホワイトとブルーとブラックの3色展開です。はい、でこちらですね、商品名にもある通り 2way everyday カーディガンっていう名前で、まずこの everyday カーディガンっていうのが様々なコーディネートで毎日のように着ていただきたいなっていう思いを込めて 2way everyday カーディガンと名付けました。その 2way っていうのはじゃあ何なんだっていうところなんですけど、ちょっとこうスカラップになっている襟がついているんですが、実はこれここでねスナップボタンで取り外すことができまして、こんな感じのシンプルなVネックのカーディガンとしてもご着用いただけます。このカーディガンを作った経緯としては、まあ、またこれもね旅行をイメージしていたっていうのがあって、で旅行の時ってなるべく荷物少なくしたいじゃないですか。なので、まあ、1枚で2度おいしいみたいなのがやっぱいいかなって思った時に、襟を外したりつけたりして雰囲気変えられたらいいんじゃないかなと思ってこれを作りました。
あとはもちろんカーディガンとしてでもいいんですけど、前を留めてトップスとしてね1枚でスカート合わせで着ていただくこともできるので、こうやって締めるとそんなにここ開きすぎないので、1枚で全然開きすぎない広さになっています。あとですね、この襟外したら結構なんかただのシンプルなカーディガンになっちゃうんじゃないってね思われたかもしれないんですけど、ここにねちょっとポイントをつけてまして、じゃーん、こんな感じで袖口がさりげなくスカラップになっています。なので襟外してもちょっとここにねフェミニンなポイントがあるっていうのもすごく嬉しいですし、手元を見た時にねこんな感じスカラップになっていると可愛いですよね、気分上がります。ちなみに襟はこんな感じになっています。こんな感じのレースのような透かし編みになっていまして、そして襟の端は細かいスカラップになっています。で、襟はこんな感じでスナップボタンで簡単に取り外すことができます。あとボタンなんですが、ボタンはこんな感じのくるみボタンになっていまして、サテンの素材でくるんであります。で、身幅はこんな感じで結構ゆとりがあるので、さらっと羽織っていただけます。で、着丈は短すぎず長すぎずで、スカートとかで合わせていただいてもバッチリ決まる丈感ですし、そう、インしなくてもね、バランスがいいっていうのがすごく嬉しいポイントかなと思います。で、これ素材がレーヨンなんですけれども、分厚すぎず少しシャリ感のある肌触りで、少しね、こう肌に触れた時にひんやりする感じもあるので、夏場に羽織るのにもおすすめですし、なんか肩掛けして、冷房対策とかにもとってもおすすめです。はい、そしてお洋服最後にご紹介するのがこちらのニットです。こちらがラッフルスリーブこぼれパールニットでして、カラー展開が今私が着ているブラックとホワイトとピンクの3色展開です。かわいいめちゃくちゃかわいいです。これもインスタに載せたらとってもお問い合わせたくさんいただいたアイテムなんですけれども、こぼれパールシリーズですよね。はい、またやってきました。こぼれパールね、どこにあるかというと、見えてますか皆さん、ここにかわいいパツ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 とお袖の裾にパールをつけております。で、これね袖がもうめっちゃボリュームがたっぷりで、パールもめっちゃついてるんですよ。これ全部ね手作業でつけていただいております。このね動いた時の袖のふわっとした動きがとっても可愛いです。まずネックラインはこんな感じで、少し横に広めのややボートネックみたいな感じになってます。で、このお袖もねちょっとこう長さとかこだわって作っていて、やっぱり1枚でこう安心感があるようなアイテムがいいなと思ったので、しっかりこう二の腕周りとかカバーしてくれるぐらい長さを作っていて、で、このお袖がねちゃんとボリューム感があるので、なんかすごい腕が細く見えるんですよね、袖と腕のギャップで。そう、すごいほっそりと見せてくれます。で、お袖にボリュームがある分、身頃はすごいシンプルにすっきりとした作りになっています。で、個人的にはこのニットはちょっとこう甘めなデザインだったりもするので、ちょっとこういうデニムだったりカジュアルなボトムスと合わせてあげるとバランスがすごくいいのかなと思っています。でも、これにスカート合わせでも甘くなりすぎないっていうのがあって、なんでかっていうと、これ実はこのニットのね素材がこんな感じ、ちょっとね透け感があってね見えると思うんですけど、すごいナチュラルな質感で、実は和紙を使っているニットの素材になってます。サラサラとしたちょっとシャリ感のある肌触り で、見た目もちょっとこうナチュラル感があって、で、そしてすごく軽い素材です。こんな感じで透け感があるので、白とかピンクとかはちょっとこの辺のね透け感とかも気にしていただいた方がいいかなと思うので、まあ、透ける前提でキャミとかブラトップとか着てご着用いただけるといいかなと思います。で、そう、今回このね和紙のこうナチュラルな感じと合わせたかったので、ここにつけているパールはコットンパール風のちょっとねナチュラルな質感のパールにしてます。小粒のコットンパール風のものをつけてます。ちなみにこれ今ねブラックに対してパールつけてる糸が白なのでちょっと見えちゃってるんですけど、これは黒にする予定なので、糸がね目立ちにくくなる予定です。個人的におすすめカラーは全色可愛いんですけど、やっぱりこのパールをより際立たせたいなっていう方はブラックがおすすめかなと思いますね。遠くから見ててもこのパールがすごく映えてくれます。ちょっとこう甘いディテールなので甘さ控えめにしたいなっていう方とか、大人っぽく着たいなっていう方にもブラックがおすすめです。でも白もピンクもとっても可愛くて、このピンクは桜色っぽい感じの綺麗なピンク色で、結構明るめのピンクなのでブリブリになりにくいです。で、しかもやっぱこのね和紙の
感じの質感わかるかな、ちょっとこうシワっぽいナチュラルな質感になってるので、他もまたね、あの甘々にならないっていうのがすごくいいところですね。まあ、ホワイトはね間違いなくコーディネートもしやすいですし、なんかベージュのボトムスとか合わせてあげても可愛いですね。今回発売のこちらのスカートとね合わせて着ていただくのもとってもおすすめです。はい、そして次にご紹介するのがこちら、じゃん、バッグの新色です。ツーウェイエコレザーミニボストンバッグでして、以前ブラックとベージュを発売させていただいて大好評いただいているバッグでございます。もう本当に購入してくださった方は、あの本当にヘビロテしてますというお声をたくさんいただいていて、コンパクトなんですけど意外と荷物がしっかり入って、そしてとってもバッグ自体が軽いので毎日のように持ってますっていうお声をたくさんいただいていて、本当に嬉しい限りなんですけれども、ちょっとねこうカラー展開も増やしていきたいなと思いまして、今回第2弾としてホワイトとピンクをお作りさせていただきました。もうこれはさ、もう絶対ヘビロテじゃない。まずホワイトなんですが、こんな感じで、これ真っ白じゃなくてちょっとアイボリーっぽいカラーなのですごく合わせやすいと思います。でもね、黄み強すぎる感じでもなく、ちょっとこう落ち着いた感じのホワイトなので、そう、あのオールシーズン使えるようなホワイトのカラーですね。万能よね。しかもこう夏も爽やかに持てるし、とってもおすすめです。そしてもう一色がこちらのピンクです。でピンクがね、これもまたね甘すぎない、ちょっと大人な、ちょっとくすみピンクっていう感じで、まあ、ピンクベージュっぽい感じなのかな。そう、甘々じゃないのですごく持ちやすいですし、ポイントになりながらコーディネートもしやすいっていうカラーです。すごくおすすめですね。ピンク好きの方はもう絶対これがいいと思います。かわいい、本当にかわいい。どうする、どっちにしますか皆さん。あとですね、実は今回ちょっとあの基本的に同じなんですけど、1点だけリニューアルポイントがありまして、ストラップの長さが長くなりました。前回ね初めて発売させていただいた時に、このストラップがねちょっとこう短くできるのも私的にこだわりポイントで、でもご身長とかご体型によってはもうちょっと長いと嬉しいなっていうお声もいただいたりしていたので、今回はそのね短い部分はそのままにもう一段階長くできるような仕様にしたので、一番短いところは前回と同じ長さなんですけど、もう一段階長くすることができて、ウエストより下のこのぐらいの位置で持てるので、あの高身長さんとかでもバランス取りやすいような長さになっているかなと思います。すごいマイナーチェンジなんですけど、あの皆さんにより、ね、使っていただきやすいように進化させるところはねさせていきたいなと思うので、また何かねご意見とかがあったらぜひ聞かせていただけると嬉しいです。とにかくねこのバッグの特徴としては、あのコンパクトなんですけどマチが結構しっかりあるので荷物がちゃんと入ってくれるっていうのがすごく嬉しいポイントで、綺麗めにも持てるしカジュアルにも持てるしっていうバッグになっています。で中はこんな感じで同色のねあの生地になってるんですけど、ここにファスナーがないポケットが一つあって、でこのポケットのとこに見えるかな、メゾエシェルの片押しのねこのレザーのタグがついてます。で反対側にはファスナー付きのポケットがついてます。とにかく本当に軽くて 300g ちょっとぐらいしかないんですよね。お出かけとか旅行の時とかにもぴったりかなと思います。今回このホワイトとピンクの新色に加えて既存色のブラックも発売となります。なので今回ね3色展開という感じでご予約いただける形になってますので、ちょっとね迷っちゃうかもしれないですけど、ぜひチェックしていただけたらと思います。そして最後にですね、3月に発売させていただいてすぐに売り切れてしまったこちらのサンゴピアス、そしてイヤリングを再販させていただきます。ありがとうございました。もうまさかあんなすぐ売り切れてしまうと思わなかったので、ね、ゲットできなかった皆様には申し訳ないんですけれども、こちら再販させていただきますのでぜひチェックしていただけたらと思います。今回ご紹介したメゾエシェルの新作のお洋服とも相性バッチリなので、今日ねずっとつけてたと思うんですけど、そうバッチリなのでぜひ合わせてチェックしてみてください。
今回ご紹介させていただいたメゾエシェルサマーコレクションのアイテムは4月7日の20時から受注が開始となります。受注期間は4月7日日曜日の20時から4月20日土曜日の23時59分までとなっています。お洋服とバッグでもお届け時期が変わってきますので、商品ページご覧いただいてご確認いただいてからご注文をよろしくお願いいたします。今回はアイテムやカラーによって生地在庫に上限があるものもありますので、もしこの受注期間中でもその生地の上限に達してしまった場合はご予約がその時点でストップとなってしまいますので、そちらだけご了承いただけたらと思います。で、4月7日の20時から発売になるんですが、その前の4月7日の12時からインスタライブを行います。日曜日のお昼の12時なので、ちょっとねお忙しい方もいらっしゃるかもしれないんですけど、アーカイブも残すのでぜひご覧いただけたらと思います。ご質問も直接お答えしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。で、ライブがハワイからのライブになるので、ちょっと時差の関係でお昼の時間になっちゃって申し訳ないんですけれども、はい、ぜひご覧いただけると嬉しいです。あと日本にいることみちゃんがまた別でねライブをしてくれる予定なので、イメコンの知識とかもあるので、私パーソナルカラーイエベプリングなんですけど、どれがいいですかとかね、そういうご質問も受け付けていますので、私がそういったちょっとイメコン系は詳しくないので、そういったご質問はねぜひことみちゃんのライブに遊びに行っていただいてご質問いただけたらと思います。いや、今回も長くなってしまった、語りすぎちゃったもう夏服が大好きすぎて幸せです。私はこんなに可愛いお洋服が作れて、去年から夏がすごく長くて、もう9月とか下手したら10月とかまでねもう夏になっちゃうんじゃないかっていう感じだと思うので、今年もきっとね夏物が活躍する期間も長いと思うので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。またハワイの Vlog もアップしますね。それではごきげんよう。かわいい服でちょっといいこと。かわいいと思ったお洋服が実は世界にちょっといいことしている。メゾンエシェルはかわいいも地球や動物に優しいもどちらも叶えたいあなたのためのブランドです。一着のお洋服を長く楽しむ、それも地球のための第一歩です。トレンドに左右されないけど無難じゃない、ここでしか買えない心ときめくお洋服をお届けします。お洋服の大量生産の背景には、一度も袖を通されずに廃棄されてしまうお洋服がたくさんあります。メゾンエシェルではそんな悲しいお洋服を少しでも減らせるよう受注生産という形をとっています。また過去商品で欲しいと思ってくださったお洋服があればいつでもお知らせください。商品ページに再販通知ボタンがあるので、こちらにメールアドレスをご登録いただき、特にお声が多かった商品は再販を検討させていただきます。トレンドに左右されないデザインだからこそ、来シーズンもそのまた先も何度でもリバイバルします。配送時の梱包は極力シンプルに、ゴミ削減のため不要なものは入れていません。後片付けが楽だったとお客様からもご好評いただいています。かわいいといいことをつなぐはしご、今と未来をつなぐはしご、思いが一緒の人たちをつなぐはしご、それがメゾンエシェル。